はい、それでは諸君、こんばんは。中学1年生の、4月の22日の授業、ちょっとスタートしてみたいと思います。本日は掛け算から累乗の表現を勉強いたしました。まずこの累乗っていう表現、これを覚えてほしいと思います。これは累乗と読みます。累乗と読みます。こいつは指数と読みますね。累乗というのは何かの何乗という表現をして、全て同じ数は何乗っていう表現をしてしまおう、こういうことなんですね。 3×3×3 は3を3回かけてますので、3の3乗と書いてあげます。3の3乗、乗じる、3回乗じる、乗ずる3回かけろ、こういうことなんですね。で、この小さい型に書く数を指数と言います。累乗の表現がこれ、3が指数、型のちっちゃい3の方ね、指数と言います。マイナス4を2回かけた時にはマイナス4の括弧の2乗と書いてあげると、マイナス4 2回かけるんだよっていうことになります。はい、これはマイナスがここに出ているので、これ気をつけてください。こいつはマイナス決まりで6を4回かけてるから、マイナス6の4乗と書いてやってください。それでは実際に掛け算をして答えを出してみようというのが本日の問題です。ではもしよかったらここでちょっと止めてもらって、答えを書いてみるなんてしてみたらいかがでしょうか。どうぞ。はい、それでは回答編に入りたいと思います。2の2乗、こいつは 2×2、まあ、ここは書かなくてもいいんですよ。分かるように今書いております。いきなり答えでも大丈夫。 2×2 なので4、まあ、ここ今プラスをとりあえずもう取ってしまっています。2の3乗 2×2×2 ですから、4にさらに2をかけるので8、6としないように気をつけましょう。1は実は何回かけても1だということを知ってますよね。ですので1。マイナス5の括弧の2乗はマイナス5、これと同じようにして2つかけます。マイナス5かけるマイナス5ですので、マイナスは2回かけるとプラスになりましたよね。だからプラス25。実は次のこれは注意です。上とは違います。マイナスが決まっていて5だけ2回かけましょうという指令です。ですのでマイナス25ということになるので、あえてプラスを書いてみました。この2つは答えが違うんだよ、注意。ではこちらです。マイナス2を3回かけましょう。だからマイナスが奇数回かけられているので答えはマイナス、ね、でした。なのでマイナス 2×2×2 8。こちらは偶然なんですが、こういう指令で答えは同じマイナス8が出ます。でもマイナスが決まっていて2だけ絶対値を3回かけましょう、こういうことですよ。1は実は何回かけてもずっと1なので、ここのマイナスかプラスかというのが重要になってきます。マイナス 1×1×1×1×1×1、 1,2,3,4,5,6、 マイナス1ということですね。そしてこちら、このも実はマイナス1を6回かけるんですね。マイナス1、かけるマイナス1、かけるマイナス1、かけるマイナス1と偶数回マイナスをかけていますので、答えはプラスになります。1は何回かけても先ほどからやってるけどずっと1のままですよね。ですので答えはプラス1。よく私立の試験なんかにこんなのが出ちゃったりもします。マイナス1の、例えば来年だと2000
2022年になるので2022乗なんてバカみたいなのがね出てきたりもしますよ。でこれは偶数回かけるっていうことで2022回かけますから、偶数回かけるということで答えはプラスっていうことですよね。ちょっとアホみたいな問題なんですけどね。なのでプラス1と、こんな問題も実はあったりもしましたね。それでは累乗指数、その表現、これだけ覚えておいて。では次回は特進チームは塾長英語となりまして、10時20分までの延長授業キャーやりますね。そしてその後はなんとまとめのテスト、初めてのテストをやりますので、中学1年生のね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。よろしくね。では